みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナムなんと、はい、この方に来ていただきました。松村邦弘さんです。はい、よろしくお願いします。どうも。定期的にレギュラーで、ね、本当ですよ。みほとけチャンネル の、はい、あの準レギュラーです。準レギュラーで、はい、もうありがたすぎます。はい、コラボを2回もさせていただき、松村行きましたからね。来ましたからね、ロケで。竹山茂忠の、はい、お前が屋敷あったなのかなみたいな、ね、はい、ありましたね。今八幡宮の真横にね、そんなのを感動したりしての、今回は光る君へのお話、大河ドラマですね。はい、松村さんにみほとけが光る君へに関連するお寺仏像のことを今日は紹介するという日でございます。もうあの爆笑問題の太田さんに俺も、はい、光る君への本渡したら、はい、光る君へかって言われて、伊集院さんも多分そう思ったんです。そうですね、うん、俺のこと書いたんか、俺のこと書いてないよっ ってラブレター、分厚いラブレターみたいな、君へ、光る君へ、うん、違います、光る君へですよ、はい、君へですよ、はい、はい、山寺もですよ。あの影浪日記の安子ですか、はい、財前直美さんと上地雄介さん、うん、で道綱が、はい、真広になんか渡そうとしたんだけど、沢の方に手を出しちゃったんだね。あのすっとこどっこいのね、道綱がね、やっちゃってましたけども。そうそうそう、やっちゃってたな。そんな石山寺詣で、うん、実は石山寺ちゃんと今も会いまして、滋賀県の琵琶湖でいうとこ の、 あの下っちょの京都側にあるんです。石山寺はどんなお寺かというと、まあ、あの境内にこんな大きな石の、大きな石が、すごいでかい石があるね、はい、もうこれが石山寺の由来なんですね。だから石なんだ、はい、こんな石がガツンともう境内にめちゃくちゃたくさんありまして、なんかすごいね、なんか川の流れのような形の石ですね。そうですね、このやっぱお庭の景色っていうのが有名 で、 で石山寺にはその観音様、如意輪観音という観音様、如意輪観音、その観音様がもともとは奈良時代からある観音様なんですけども、はいはい、あまりに人気で石山寺詣っていうのがあの平安時代の貴族のアクティビティになったわけですよ。へえ、みんながこの石山寺に、この石のある寺に名前の由来の、はい、そうなんです。こんな感じで本堂、あ、あれだ、この提灯っていうか何ですかね、この石山寺って書いてるね、はい、石山寺の提灯飾ってあって、これ本堂、建物は滋賀県の中では一番古い建物でして、へえ、でここに紫の幕のかかってる、ああ、ありますね。ここ実はまさに紫式部がこの部屋に参籠して源氏物語を書いてた部屋なんですよ。え、石山寺で書いてたんだ、まあ、書き始めですね。だからあの影浪日記の財前直美さんが、ね、あの安子と石山寺で会うっていうのはその前振りみたいなもんでしょうね。そうですね、なんか影浪日記から源氏物語ってなるから、はい、やっぱりあの二人って兼家の愛人であり、はい、でこっちは道長の、まあ、パトロンって言っちゃいけないけど、だから心の友じゃないけど、心の友ってパートナー、パートナーですね、はい、ドラマの主人公同士の、はい、あのちょっと許されない恋みたいなあそこですけども、やっぱその関係性が出来上がったのがこの石山寺だったっていうのはやっぱいいポイントですね。いやー、だからあの石山寺っていうだけで一つの会をやってるのは、そのいい前振りにしてますよね。そうですね、石山寺に再びこもって7日間こもるんですよ、うん、でその時にここから結構石がわーってあるように高い場所なんですよ。で琵琶湖が見えるわけです、うん、で琵琶湖に映る十五夜の月を見て、あっってひらめいて、もうすかさず筆を取って源氏物語の須磨の章っていう章が書き始めたっていう、うん、話があって、実際そこでこうわって書いてたのがこの部屋だと言われていて、ちゃんと今もこういう風にあのこの部屋の中にですね、紫式部人形みたいなのが置かれてます。 ありますね、源氏の間って書いてますよ。源氏の間って言われてます。今恐る千年昔、はい、これ何かと言われていて、ね、やっぱり月なんですね。セーラームーンじゃないけど、セーラームーンですね、ムーンですね、ムーンです。ムーンがやっぱ月が合うじゃない、はい、金家も月が好きだし、みんなの月月月で、月月月、やっぱこのその、はい、石山寺でも、はい、月です。結局ここで月を最後回収するんじゃないのかなって思うぐらい、もうムーンライト伝説なんです、やっぱり。そこで書き始めていたっていうお寺がありまして、書くっていうのがすごいよね。これまた別のところでも書くんだろうけど、はい、やっぱり書き始める場所としてやっぱこもるわけだ。そうなんです。あの橋田須賀子さんとかがさ、はい、もう書き始めの頃じゃない、こもってこもってこもってやっぱ感じない、面白いのお願いしますみたいな、はい、もうオーダーが来てるから、分かった分かった分かったって言いながら、どうしようどうしようどうしようでこもったんです。
そこでね、でしかもこの書き始めた時には普通の紙に書くんじゃなくて、もうあまりの急ぎっぷりでそこに置いてあった写経、人が納めた写経の紙の裏面にパッて取って書き始めたんです。人が書いた写経の裏に。でそれがバチ当たりで申し訳ないということで、自分自身新しいお経を納めていたりして。紙も高いですからね。裏に書きますよ。裏に書きますよ。広告の裏に書いてましたもん、子供の時は。あのテッカテカのね、裏に書いてた。鉛筆が映らないやつですね。うん、書いてた。書きにくいやつ、うん、やってましたね。うん、水性ペン弾いちゃった、ね。弾いちゃう。そう、あれ、それで思い出したんですけど、この前野村真澄さんが、うん、あのまひろちゃんの家に遊びに来て、いいで、お手紙、あなたのお手紙ずっと写して勉強してたのよって。あ、やってた。やってましたよね。あなたの手紙写して、ね、勉強してたのよっていうのを聞いた真宙が、沙和さん帰った後急いで自分でまたもうペンが止まらなくなってるシーンがあった。ったあのイメージだと思って、あの書きたくて書きたくてたまらないのを書いちゃったっていうのが、この石山寺の月を見てひらめいたシーンなんだろうなと。はあ、あれずっとかかってて書いてたから、はい、嬉しそうに書くから意図が、はい、そんなことしてるよりも早く読み入ってほしいんだけどなってね、え、信川清純さんが言ってたけど、言ってましたね、また行き遅れたなって言って言ってるけど、あーなるほど、あれを写すことが、はい、あれ写して書くって頭入るんですよね。入りますね。コピーって入らないんだよ、ね、入らないです。やっぱね、これ写経っていいことだなって思いますよ。自分もどうしても覚えられないと書きます、うん、セリフだって書けば覚えるもんね。はい、松原さん本当によく書いてますよね。書かないと覚えない、書いても覚えられない。でもどうせ覚えられないんだったら書こう、はい、書こう。でも本当に、うん、あの真っ黒になってるノートいつも見る。あれが大事なんだよね、はい、後で読めないけど書くって大事なんですよね本当にすごい書いてらっしゃるから、うん、まあ、そんなところ で実は石山寺ですね、そういった人気のお寺さんで、すごく格が高いというか昔から貴族たちに大事にされていたので、実は鎌倉時代になりまして、はい、こういう多宝塔っていう大きな塔を建てられて。あ、塔か。この鎌倉時代にこの塔を建てて人っていうのは誰だか分かりますか？鎌倉だから、まあ、義時じゃなくて頼朝ですかね。そうなんです、ね、この塔を頼朝が寄進して建った塔です。で、一応多宝塔という塔の種類の中では日本最古と言われていて、滋賀県の石山寺に残っているんですね。それを頼朝が寄進しているのが紫式部の縁がある石山寺に残っているという。はあ、寄贈してるっていうのはすごいよね。そうですね。そうですけど、ともが鎌倉時代の始まってすぐですね。1194年ですね。はい。でも征夷大将軍の2年目に。そうです。なってすぐですね。そっか、五重塔とかあるんですかね。五重塔はもうだいぶ前からね。だいぶ前からあるんですけど、多宝塔っていうこの四角と丸が重なっているものっていうのは割と新しい、まあ新しいって言っても平安時代末期ぐらいから作られ始めていて。でこれが最古というので、はあ、それな石山寺、まあ、松村さん、頼朝といえば松村さんなんで。いや、これはすごいな、頼朝が寄贈してたっていうのもね、はい、光る君へと頼朝がそういうところで関わりがあるっていうのね。そうなんですね。頼朝も絶対に光る君へのあの時代を勉強していたの違いない、まあ、一応ね、あの関係ないとはいえ光る源氏だからね。光る源氏、そうそう、あの源氏ですから源氏だし、はい、ね、あのまあ、あのこっちの源氏じゃねえよって言うとそうだけどまあフィクションですからって言って、それが残ってるんですよね。ぜひあのここ今大河ドラマ館がこの石山寺の近くにあるので、まさに中心地の場所。滋賀の方も行ってみたいね。行ってみたいですね。福井もあるでしょ。福井もありますよ。ね、そう、越前の神でしたからね、なめときが、はい。っていう面白いお寺さんなんです。はあ。でもやっぱり。あの見仏ちゃんは自分の足で運んでるから偉いよねありがとうございます。刑事でいうと諸葛刑事の怒りや長介さんみたいなもんでさ、本当によく足を運ぶんで、朝日企画じゃ珍しいよね。はい、珍しい。キャインの天野くんとかウドちゃんとかさ、いろんなタイプいるけどさ、はい、こうやって造形深 いニュータイプだよね。どうなんですかね。ねえ確かに同じようなことやってる人あんまいないですね。ねえ、まさにですね、昨日滋賀県行ってきました、はい、そこで道長の筆跡を見てきたんですよ。へえ、書いた。書いたんです。ものがあるんですよ。でそれが実は先に見せ、ちょっとちっちゃいこれチラシの裏なんですけど、これが、はい、道長が小さくてちょっとね、でもいいね。道長の書いたものってことでしょ。はい、聖徳の変。聖徳の変、まさに聖徳聖徳言ってたじゃないですか、うん、言語が変わりましたよね、うん、聖徳4年の出来事なんです、うん、今聖徳元年、今ちょうど大河なんですけど、うん、こっちの方がちょっと画像が大きかったです。あ、はい、あ、これの方がまだ見えるし、はい、
実はですね、道長さんが神父千寺っていう奈良県の吉野山、あの吉野の桜みたいな、あの静岡御殿と義経分かれたんですね。そう、そこなんです、ね、そこに静岡御殿と義経がいろいろある300年か250年ぐらい前になるんですかね、この金峰山寺にここの道長さんがお経を納めているんですね、うん、でこれは紺色の紙に金をこうちょっと溶いて、それをこう墨のような絵の具にして金の字で写経をするんです。あ、これはすごいお金がかかったろうね。めちゃくちゃかかります。本に金で書くってね、むちゃくちゃかかります。もう一般の人は絶対できないし、今だったらペイントマーカーで書けばいいだろうと思うけどさ、こういうもんで書けないよね、本物の金じゃないと。で、それをわざわざ書いて、本当は998年に納めたかったんですよ。だけれども、ちょうどその時、今の大河ドラマやってますけども、うん、病気が流行しちゃってて、あの疫病がね、はい、ここでこの写経を書いてるにもかかわらず、この町の病気がまた流行っちゃったから、こう納めに行けなかった、うん、だからそれを諦めたところで、まあ、諦めきれず、もう一度思い立って吉野山に参詣して、このお経を納めて、うん、で供養してきた。何を供養したかというと、やっぱり一族がしっかり繁栄して、祭り事がちゃんと行えますようにっていうことを、もう今のまさに持ちながら、なるほどね、書いていたんです。なんかこう、兄弟ってのは他人の始まりのように思って、はい、なんか争い事とかあるけど、やっぱり自分とこの身内をちゃんとできて、藤原家、もうオール藤原じゃない、ほとんどオール藤原ですよ、まあ、源とか平もあるけどさ、うん、ほとんどオール藤原の流れを、はい、で自分の親族は特にね、自分発信以降の子供たちは見ようよ、そうそう、自分の血筋の子たち頑張ってねっていうね、はい、だから金家だって自分の血筋だけはなって、だってあの弓矢で手やってたじゃないですか、これ近くで一緒にこう、うん、なんか一族から天皇が出る、パッ、そうっていう一族の繁栄を願ったものがこれなんですけど、実はこれ物語がありまして、うん、この金地の写経、その道長さんが納めたんですけど、長らく見つかってなかったんですよ、うん、だけれども調査でこの金の字の写経っていうものが発見されたんですよ、うん、それは何、光る金明が始まるから調べたんですかね。いや、たまたまだそうです、完全にたまたま、藤原道長の実際の筆跡が残っている、しかも金の字で書いた最高級の写経なんてもあると思ってなかったですから、うん、もう見つかってすぐ、こちらですね、今年の3月から国宝に指定されまして、はあ、でもさ、これから光る金明がやるときにそういうのが見つかるんだよね。ご縁ですよ、これは、ね、それが八幡宮のさ、はい、イチョウの木にさ、はい、新しい武器が始まったときに鎌倉殿の13人があるように、はい、なんかあるんだよね。ありますよね。ちょうどなんか上級の欄から何年目とかさ、はいはいはい、これ節目でこういうもの見つかるってすごいよね。すごいですよね。でこれが今ちょうど金峰山寺に納められているんですけど、まあ、そこにこう実際納めようとしたこう道長の願いとかが、このお経プラスお経を納めるこう筒みたいなのが金堂でできてるんですけど、そこに刻まれてるんですよ。でもそこには道長さんが結構仏教の人好きだったみたいで、仏教にも傾倒して、僕をこの願い仏様に届けみたいなの書いてる上で、やっぱり決め手は一族繁栄、そこしっかり書いてるっていう。今はなんかね、ちょっとこうあんまり一族っていうとどうなんだって、政治家もね、息子さん、はい、二世議員三世議員ってなっちゃうけれど、はい、やっぱり自分とこの子供に後を継がしたいって、徳川幕府もそうだろうし、道長もそうだろうし、そういうのがあるよね。ありますね。ね、はい、でこれをやっぱり願ってるっていうのは、証拠がもうこれだけ輝かしいものが残っていらっしゃるっていうのがすごいですよね。まあ、それだけこうやっぱ当時お経を納める、仏教をここまでやっとくっていうのは、貴族の中での最高級のこの何ていうんですかね。これ何が書いてあるんですかね。これ一文字一文それ書いてあるんですか。はい、安徳とか書いてあるけど。はい、これ実はお経の下半分が字消えちゃってて、これ土に埋もれちゃってたんですよ。うん、下半分が全部見えなくなっちゃってるんですけど。うん、上部分、法華経かな、法華経っていう種類のお経が、あれ法華経、あの頼朝も法華経じゃなかったっけ。頼朝も法華経大好きです、ね、はい、うん、なのでそれが写経されているんですよね。言いにくいですけど、道長の筆跡が意外と男前な字、あ、だからちゃんと綺麗によく書ける人だね、字が綺麗な人だね。道長はね、道長字綺麗な人ですね。あ、紫式部も綺麗だろうけど、はい、道長の字は、あ、なるほどね、意外と几帳面な人なんですね。
はい、いやうまい、これさ作るっていう字もちょっと距離が離れてる、ね、あ意外とそうです ね離れてますよね。もっと一気にこうやるかと思ってこう離れてるの、これも道長のパターンだよ。こう作るっていう字もちょっとここで距離があってこうなってる、はい、結構払いが大胆に行く人だなと思って、右側にシャンって行くのが癖があるな、うん、人柄がちょっと想像つきますよね。そうね、丁寧に描くんだなこういうのは ですね。やっぱ願いがちゃんとこもってるっていう、写し絵とかちゃんと描くのはエンジンがかかった紫式部もそうだったし、うん、描く出したら止まらないっていうのが大事だなって、丁寧に描いてるところすごいね。俺なんか和訳的に何でも書くところとは違うなと思う。確かに増村さんのメモは非常に大事な雑雑だね。いやいや、いいこと、丁寧に一個ずつ書くってことがね、はい、道長のなんかのものがこうやって残ってるっていうのは大きいね、はい、すごい、本当そうなんです、ね、意外と残ってたんで、発掘されたばっかりなんで、はあ、非常に新鮮なニュースでした。これは江本佑さんもこの字と同じような字を書かなきゃいけなくなる、そうなりますよ、見つかった以上はね、見つかった以上真似しなきゃいけなくなるから、まあでも逆に言うと役作りには役立つかもしれないですね。そうね、うん、真似字だね、真似字ができればっていうので、想像よりかは学ぶは真似部であり真似字だ、いいですね、字も真似部なんだ、真似部だからね、そう、あすごいね、みほとけちゃん足を運んでるからね。いやいや、本当はもっとあるんですけども、どうしようかな、月は、うん、道長さんって本当に、まあ、政治もすごい頑張ってらっしゃいますけども、うんうん、やっぱ政治を頑張るためにもお寺とか仏教にも晩年は特に傾倒していくんですよね、うんうん、晩年の為時パパが出家をしたお寺なんですよ。あんまりそういうキャラじゃないですよね。ないね、晩年変わるのかもしれないね、なんか人間って変わるからね、はい、でこの辺を今興味持ってたら学校の授業もう一回習いたいぐらい、習いたいですよね。